ノイズミュージックは音楽の一ジャンル。いわゆる音楽的常識からは、音楽とみなされないものを演奏、または録音し、楽曲を構成していく音楽。その名前自体がこのジャンルの特徴を簡潔に言い表しており、リズムや旋律は原則として内包せず、また重要ではない。演奏や作曲の手法によって規定されるジャンルではなく、個々のアーティスト、作品によって様々な演奏や、 作曲手法が試行錯誤されている。ノイズミュージック制作のためには、エフェクトペダルやシンセサイザー等の楽器のみならず、本来楽器ではない電化製品、ドラム缶や鉄板などの金属、雪や石などの自然物、カセットテープ、ターンテーブル、自作楽器、コンタクトマイク、肉体や食料品、電話機、環境音、他人の録音物たりとあらゆるものが用いられた。 奏法や作曲についても、現代音楽や、実験音楽、サウンドアート、ただ、フルクサス、シュールレアリズム、インダストリアル、ジャズ、ロックやパンクの手法を引用するなどして、あらゆるアイデアが試された。また、視覚面、パフォーマンス面でもノイズイメージの表現のために、様々な試行錯誤が行われてきた。イタリアの未来派芸術家、 ルイージ・ルッソロは1913年3月11日、論文、騒音芸術を発表し、世に問うた。工場、駅、大船、飛行機といった、様々な機械装置から生み出される音から出発して、ルッソロは、騒音の芸術という思想を提示することになる。1913年3月、ルッソロは、騒音の芸術という宣言を発表し、新たな音楽のあり方を基礎づけようとする。 ルス・レソロが主張するのは音楽の否定であると同時に未来派にふさわしい仕方による音楽の創造である。彼はまず同時代の生活において現れてきた木の騒音について取り上げる。古代の生活はすべて沈黙であった。19世紀に機械の発明に伴って騒音は生まれた。今日では騒音は勝利を収め人類の感性を支配統治している。 これまでの人類の生活では、雷や大雨などの天変地異の他には大きな騒音がなかったけれども、機械化や工業化が進むにつれて、人類はいつでも騒音に取り囲まれるようになった。他方で、ルッソロは音楽の歴史について、音楽がより複雑なポリフォニーとより多様な音色へと向かってきていることを論じる。音楽は不協和音の最も複雑な気を探り出してきたのであり。 これがいくつかの点で音楽的な騒音の創造を準備した。18世紀に生きた人の耳は私たちのオーケストラが生み出している。ハーモニーのない和音の激しさには耐えられなかっただろう。しかし私たちの耳はそうした和音を楽しんでいる。というのも私たちの耳はすでに変化に富んで騒音に満ち溢れた現代生活へとしつけられているからである。このように一方では 産業技術の変化によって騒音という感覚が支配的になってきたということがあり他方では音楽史においてより複雑な音色が探られてきたということがある。デッソロはここから既存の音楽の領域を踏み越えることを目指して多彩な音色としての騒音の可能性に注目する。現代の私たちは工業機械の騒音にすっかり包囲されてしまっているのでベートーェンの 英雄や電園の音を聞き直すよりも、路面電車、自動車のエンジン、創造 C 群衆が出しているような新たなタイプの音に向かうべきだというわけである。私たちは、学音という限られた範囲を打ち破らねばならない。そして、無限の多様性を有するような学音としての騒音を獲得せねばならないのだ。こうして、ルッソロは騒音が持つ固有の美を経理出していく。 ルッソロは実演用に騒音を出せる特性の楽器、イントナルモーリを発明し、実作した。実物は第二次世界大戦で消失したが、音色の記録は残っており今でも聞くことができる。ルッソロの制作したイントナルモーリパンクロック前夜と言える1974年結成のキャバレーボルテール。 1975年結成のスロッピング・グリッスルなどのイギリスのバンドたちが先導したインダストリアルが提示した大敗的なテーマやアートワーク、サウンドスタイルはその後のノイズミュージックの方法論やジャンルイメージの形成にも大きな影響を及ぼした。1978年にグレアム・レベルとニール・ヒルがオーストラリアの精神病院で結成した。 SPK の初期の攻撃性や1 9八十年にメガバイトとして活動開始したイタリアのマウリツヨビアンキの初期作品の腐食したサウンドなどはより直接的にノイズミュージックのひな型を示唆した。カナダバンクーバーのアーティストサム・マキンリーのノイズミュージックユニットザリトのサウンドスタイルに高応したフランスのアーティストロマンペローはバミールの名でソロノイズユニットを開始し、 2006年にオルドル、アボミストの編名で、ハヌー宣言を発表した。この文書は、フランスのレコードストア貧乏タワー等で配布された。宣言の指し示す、価値観及び演奏の放棄と音色の無変化を徹底した、サウンドスタイルは、世界中の他のノイズアーティストに模倣、再生産され、ハーシュノイズウォールという新しいジャンル、運動を生み出した。 インプロビゼーションパンクバンドウルトラビデのジョジョ広重が、ウルトラビデの後1979年に、逗子直樹と京都で非常階段を結成する。秋田雅美も、東京で1979年に、メルズバウを開始した。サイケデリックロックを愛好し、浪人中に、裸のラリーズによる音の感情を授かった当時学生の片山さとと、により年に、 東京でノールが結成された。1981年、T. ミカワのソロプロジェクトとして大阪でインキャパシタンツが始動。中学生の頃からオープンリールを用いてサウンドコラージュを制作し高校生時代にはフリージャズを愛好していた大友義秀は上京後である1981年からギターやラジオ、テープを用いた即興演奏活動を始めた。 1982年、林直人主催のアンバランスレコードから非常階段の LP クラドクの奇病がリリース。1984年には、ジョジョ広重がアルケミーレコードを創業、花たらし、マゾンナ、オウブ、ソルマにあた多くのノイズアーティストをサポートした。1985年にユンボで、取り付かロフト会場解体ライブを行った、花たらしは、 1986年のサイキック TV 来日公演のフロントアクトでダイナマイトを持ち込み出演中止になった。1985年に秋田正美のレーベル ZSF プロダクトからデビューしたザ・ゲロンゲ,リゲゲゲゲゲは1988年に江ノ島海岸で新作発売記念ライブと称して発売前のそのシート約2000枚を燃やした。百七十六年に アギユズルが創刊したロックマガジンや1977年に北村正岳が創刊したフールズメイト等の媒体は海外のインダストリアルカルチャーを日本国内に紹介するとともに国内アーティストの動向を積極的に取り上げた日本のアーティストから海外への発信は個人アーティストの交流やメールアートを通じて行われた90年前後からジョンゾーンや サーストンムーア等の助力によって日本のアーティストの存在がジャパノイズという呼称で国際的に盛んに紹介されるようになった。非常海岸やインキャパシタンツに代表される圧倒的な音量と音圧をロック的身体表現にて即興プレイするスタイルは脱ロックのエクストリーム化から生まれ情報戦略やアートより展開を得意としていた。 当時の欧米インダストリアルノイズシーンに新鮮な衝撃を与えた。愛を通して私たちは同じ志を持った他のミュージシャンたちのことを知りました。愛は彼以前の日本のノイズミュージックの歴史と花たらしのデビュー後に大量に流入してきたノイズミュージックの歴史の中心にいました。アルケミーレコーズなどのノイズレーベルはその音楽をレコードに記録していた。しかし、 この拡大するシーンにアイデンティティを与えたのはカセットだった。愛は、と呼ばれるカセットレーベルを運営し、マゾンナやオウブのようなワイルドなミュージシャンたちは、自分たちのノイズや他のノイズをさらに発展させるために、コケットや GROSS などのレーベルを立ち上げた。メルツバウは89年にヨーロッパ、90年にアメリカをツアーし、93年に CCCC、マソンナがアメリカツアーを行っている。93年にはホワイトハウスのレーベルスーザン・ローリーが日本のノイズを特集したコンピレーションエクストリーム・ミュージック・フロム・ジャパンをリリースした。安としよしだのソロユニット・ガバメント・アルファは本作でデビューを飾った。94年にはメルツバウがリラプスレコードと契約ベネリア・ラジー、パルス・レーモン、 レクトルを制作した。関西テレビ、精神解放のための音楽が放送されたのも94年のことである。かトゥナイトニデのノイズ特集や、ニヒリストスパズムバンド来日時のタモリ番組への出演、暴力温泉芸者のテレビ出演やコーネリアス、ホテイトモヤスへのリミックス提供、モ月ズキミネタロドラマ CD へのリミックス提供など90年代の日本では、 オーバーグラウンドカルチャーとの関わりがたびたび見られた。この頃暴力温泉芸者は、東芝 EMI 系列、花たらしは、ポリスター系列から、いわゆるメジャーデビューも果たした。また、97年には、ペンジャックと CCCC CC が、クリエイティブマンのレーベルテストからアルバムをリリースした。ペンジャックは97年に、モーティション来日公演の前座を、レレには、マソーナが、 スリップノット来日公演の前後を務めると、エクストリームミュージックとの交流も盛んに行われた。大友義秀はインタビューで、日本のノイズミュージックについて問われた際、いろんな音楽が日本発祥じゃないものが多いと思うけど、ノイズは間違いなく日本が発祥の地の一つではあるけどね。なんでこんなものが生まれたかといえば、まあ、いろんな説があるとは思うけど、僕自身は、 日本の人がロックやフリージャズを誤解して受け取った結果だと思っているんですけど、と回答した。ポール・エガティは著作においてジャパニーズ・ノイズ・ミュージックはいい加減で深刻さがなく無益で気楽なジャンルであり、ミュージシャンたちは非常に様々なスタイルでグループを形成している。ジャパニーズ・ノイズとはあるジャンルとして恣意的でもコロニアリズムに似たものでもなく、 そこから何かの定義を得るものでもない、と解説している。ジャパノイズの流星の後、新しい世代のアーティストの登場も続いた。すでにある、ノイズミュージックを参照しつつ時代が下るとともに、生まれたテクノロジーや新たな音楽ジャンルからの影響も取り込んで、さらなる実験が繰り広げられた。1990年代には、佐々木敦氏の音楽レーベルヘッツがフェーダーを創刊。 パナソニック等を取り上げた。1997年には90年代より MSBR として活動していた田野工事がノイズ専門誌を標榜する電子雑音を創刊し、先達の奇跡の再検証と並行して国内外の新たなノイズミュージックやインダストリアル等の動向を紹介した。90年代後半より京都で活動開始した 公平な香川のソロユニットギルティーコネクターは2001年に自主レーベルであるウつテープスと電子雑音の共同リリースでアルバムファーストノイズアタックを発表し2003年にはポストメタルバンド ISIS IS のリミックスアルバムにフィーチャリングした2005年には横尾忠則現代美術館で小杉岳久、泉清と共にリビット中ドアの曲を演奏しその後もしばしば 小杉武久の演目に参加している。2006年には、プラネットミューから、ビーツ、ノイズ、アンドライフをリリースした。2012年に、日本航空業界に格安航空会社が参入し、国内外への安価な移動が可能になると、ノイズミュージシャンの国際交流は、より活発なものとなった。2000年代に、アインシュティール船でノイバウテン等の影響を受けた。 メタルパーカッションバンドモスラで活動していた、まさひこ奥母はバンド解散後ソロユニットリニクラフトを指導し、2007年に自主レーベル3プラグスより、ザ・マン・フー・ワズ・プラグド・インをリリースした。リニクラフトは、主に海外のインダストリアルノイズシーンに受容され、オランダでの MB 史上初ライブの共演アクトへの、抜擢や、ベイ・ホスピタル・プロダクションズ、 ドイツテスコ・オーガナイゼーション等インダストリアルノイズの名門レーベルからのリリースやフェスティバル出演を重ねた。2013年にはエンドンと黒電話666が行け、ヨーロッパの複数のフェスティバルをサーキットするツアーを行った。エンドンはその後さらに音楽性を発展させたデイメアレコーディングスとの契約を皮切りにハイドラヘッドやスリルジョッキーからもリリースし、 海外ツアーを頻繁に行った。2016年にはフェスティバルへのヘッドライナー商平という形で、カズマクボタが初めての海外遠征を行った。スプアスポーンは2018年に台湾、2019年にスイスとフランスに遠征した。リバイバル2010年に入る頃に始まった世界的なインダストリアルリバイバルや80年代リバイバルと共鳴するように、 ジャパノイズ世代の再評価の向きが日本国内でも高まった。2013年には、初音階段とビス階段のアルバムリリース、大友義秀がサウンドトラックを務めた NHK 連続ドラマアマちゃんのヒットが重なり、大象メディアでノイズミュージックについて紹介する機会が多く見られた。ビス階段を皮切りとしたアイドルとノイズアーティストのコラボレーションもこのごろ盛んに行われ、 メルツバウやアストロ等がアイドルとコラボレーションした。ありがとうございます。